立連絡、紹介文をお願いします。はい、皆さんは普段どんな音楽を聴きますか？私たちは皆さんが触れたことのないであろう音楽、世界観をお届けします。お楽しみください。そのことです。それでは絶壁みそ連絡の皆さんです。あ、もう少し待ってください。もうちょっと準備に時間がかかるそうです。次のバンドさんはですね、今まで聴いた音楽とはちょっと一風変わった、すごく不思議な雰囲気の音楽をやっている皆さんなので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは絶壁みそ連絡の皆さんです。どうぞ。ゆったりして聞いて OK なグループなので、ちょっともうちょっと肩を回しましょうか皆さん。あ、いいですね。結構肩回していいですよ。はい、ということでご紹介をくれました、僕たち絶壁みそ連絡というグループです。よろしくお願いします。皆さんはそうですね、何の曲を聴きますかと言って新入生に当ててもちょっと申し訳ないのでじゃあ在校生なんですけど、その白ニットの方、最近の好きな曲、1曲教えてもらっていいですか？好きな曲そうですよね、オフィシャルヒゲダンディズムでしたっけ。オフィシャルヒゲダンディズムとか、あとあいみょんとかね、最近流行ってますけども、そういう歌は僕たちは一切歌いません。一切歌わないで、ちょっと変わった洋楽でも邦楽でもないような、ちょっとみんな馴染みのない曲かな。今の歌った歌はフィンランドの民謡なんですけど、川とか水とか風とかを称える歌になってます。ということで、そんな
普段触れたことない時代背景とか国の情緒を感じながら次の曲も聴いてください。それでは聴いてください。ゴーダンボです。Go down, Moses, where is it when? ファラオとかいう時代に奴隷みたいな、あのイスラエルの人たちが捕まってよ、解放してっていう歌ですね。分かんなかったでしょ。それではよくわからないと思うので MC はさて、最後の曲ですね。最後の曲はちょっと変わった歌になってます。ノルウェーの、民謡とアイルランドの民謡がこう入り混じっていく歌になってます。その彼女がアイルランド担当、彼がノルウェー担当、そんな感じで見てみてください。それでは最後の曲聴いてください。
ありがとうございます。鉄壁みそ願いでした。